はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ダンジョンマスターですね。やっていきましょう。彼ら来ません 近寄ってきません。フル爆弾があるの分かってるんだ。なるほど。じゃあね、それをいいことに。ああ、ちょっと食事した方がいいね。トウモロコシ食っちゃう。ああ、違うよ。違う。彼ら来ないので、ヘダチさんも魔法使い上がって、ああ、もう回復しちゃったか。目が青くなっていくかなと思ったんですけどね、目の縁がね。これ、ああ、いいわ、これ休めるわ、フル爆弾。フル爆弾便利だね。こういう使い方できるんだね。本当、回復がすごく悪くなりましたね。まあ、そんだけ成長したということなんでしょうけどね。よいしょ。まだいるよ。まだいるよ。なるほど。これ、こんな便利な使い方あったのか。投げちゃえ。もったいないけどね。フル爆弾は使えなかったのかな。でも一生懸命処理してんだろうね。よいしょ。ああ、ナイフができましたね。ちょっともうこのナイフはいらないかな。ナイフはいらないね。ナイフやめとけ。ナイフはもう置いていきましょう。ないね。おお、あ、そうだ、これ私のあれだ。忘れてた。フェラルね。何なんでしょうね、フェラルってね。さあ。で、ここで、あ、違うのかな？敵、ここで無限湧きするのかなと思ったんですけど、どうも違うかもしれないですね。いやー、でも盗むやつが出てくるとは思わなかった。ちょっとへこんじゃったね。ほんと。ちょっとへこんじゃったわー。で、やっぱキャンプするときは攻撃されてないので、復帰画面、復帰してくれないんですよね、画面がね。なんかね、足音の速い音が聞くと嫌な予感するんですよね。まだ彼かなと思っちゃうんで、間違えちゃったね。ああ、やつがいる。よかった。おお、違う。おお、後ろ。歩兵って言ったね。歩兵って言ったね。敵いないんだけど。オファイアボール用意しておこう。何取られた？わあ、またフェラル取られてる。それ以外は大きく取られたもん見当たらないんだけど、まあいずれ会うでしょう。あ、これスイッチになってんね。わあ、開いた。まあ、後回しにしましょう。お、なんか出てきた。なんだろうね、重そうなんだったらダメだけど。ああ、グリーブはダメだね。あ、下。大丈夫、生きるね。で、グリーブ。グリーブ。これはミスリルズボン。ミスリルズボンの方がいい気がするね。グリーブ何もあるの？ 4.1 キロズボンがね。グリーブは8。 8？ ダメダメ ダメです。8はもうダメだわ。べらぼうに防御力上がることないからね、このゲームね。で、もも肉。これだけ？あ、ムーンストーン。
アフェラルの代わりに入れていきましょう。おお、ブーンストーンね。いやー、ちょっと準備しておきましょう。ここでね。参ったなー。いやー、悪意を感じるよ、このゲーム。こっち何もないのかな？何もないね。取られたフェラルはどこ行ったんだろう。いずれ会うと思うんですけどね、彼にはね。ああ、トウモロコシ。トウモロコシね。大丈夫か、お腹。ああ、大丈夫だね、まだ。いやー、宝箱置いてからすごく軽くなりました。ほんとね。いやー、参ったな、しかし。ちょっと後で地図はか、おお、行ったぞ。来るかい？てか、私から盗んだやつだったら逃げていくんだよね。ほいっと。やっぱりこいつだったんだ、取ってたな。フェラルね。フェラルは今度逆に。ヘダチさんに渡しましょう。魔法のゴフはいらないね。チーズ？チーズ奪ったのか。いやもうほんと頼んますわ。奪うのやめてちょうだい。殴られる方が100倍いいよね。奪われるより。で、こっちかな？ああ、スイッチがある。ほう。どうもカンニングしたページによるとね、ここは結構バランスが取れてる。謎解きと戦闘がうまく噛み合ってるということ書いてるんで、もう私記憶ないんでね。あ、いたね。謎解きが結構あると。まあ、後にしましょうか、彼らは。おお、これ、強いんだよね。もう、魔法でガンガンいっちゃいましょう。強い。うわー、やつがいる。お、強いね。後ろから殴られそうな気がするんですけど、ちょっと下がりましょう。やっぱり来た。あ、追いすぎたら、あ、食らっちゃった。やっぱり。あ、しかもタイル塞がりましたね。タイル塞がれちゃったね。よし、ちょっと逃げましょう。逃げるというか、一度体勢を立て直しましょう。何取られたのかな。ちょっとここで、ちょっとここで体勢を整えましょう。よいしょ。まず毒を直しましょう。で、治癒をしてと。いやー、何取られたんだろう。ああ、またネックレス取られてるわ。やたらネックレス取られますね。で、ヘダチさん、うわー、かなりな重傷かな、これ。ヘダチさんね。入った。あ、間違えちゃった。ああ、こっちに作っちゃったね。まあいいでしょう。あらら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 。じゃあ寝ましょう。さあ、ヘダチさんがね、もう全開だったんで、ヘダチさんでちょっと全開を唱えましょうか。いやー、強いわ。強いというか、これ4人で来てた時よくやったなと思いますね。これ押したよね。うん、押してますね。無反応です。さあ、どこにいるんだろうね。ファイヤーボールがね、追っかけすぎちゃうとね、食らっちゃうんでね。あら、戻ってきちゃった。
戻ってきちゃったくさいね。あ、え、扉が2つある。あら、もう一回待ちましょうか。よし、当たんないね。さあ、こっちでまた捉えますか。おいっと、間違えちゃった。あ、当たってんね、一応ね。で、ヘタチさんに行きましょう。あ、また何か音がしてますが、よいしょ、あ、やっつけたね。できる？これ別々のところかな。こっちも入り口あったよね。あ、これ知らないわ。扉が開いてるからついつい、あ、歩兵言われそう。ちょっと閉めましょうか。画面にしちゃうとね、処理が進んじゃうんで。いや、なかなかやらしい感じだな。で、ヘダチさんで、ヘダチさんで、正直ね、この上のね、魔法を誰が使うかって選ぶ窓はねあ、4人あったら必要なのか、なかなか難しいところですよね。おお、なんか殴られてる、うん、しかも袋小路だね。あららら、まあ普通に剣とこれでいきましょう。当たんないけど、あ、それ当たんないのは当たり前だ。あ、ちゃんと前向いたね。あ、よかった。横向いてたんだよね、ヘダチさんね。今奇襲食らった時の状態になってましたね。よいしょ、スケットンは怖くないですね。よいしょ、よっこしょ。で、ヘダチさんが回復を唱えて、契約 B をね、飲んで、で、寝ると。結構敵が残ってんですね、これね。パパさん回復しちゃったら、ウォッカーマナがね、はい、回復しましたね。よいしょ、一人が回復したらすぐ動くようにしましょうか。食事の問題が出てきますもんね。よいしょ、こっち来てないはずなんですよね。あの歩兵って言った敵はネックレスだけかな、持ってってんの。今とこそんな感じですね。ムーンストーンが持ってか、お、ドクロ出てきた。これでドクロの鍵使うのか。入った。あ、あ、いや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 、あ、横が開きましたね。おお、ここに出てくるのか。あ、なるほど、ここ私が散々ハマったとこですね。これが抜けれました。これドクロの鍵で抜けるんだね。さあ、じゃあね、一応ファイアボールまた全開の分を用意しておいて、さあ、あとはね、盗む敵を見つけないと。ムーンストーンが盗まれたままなので、ああ、この赤い、はい、行っちゃいましょう。早いね。
これ的早いですよね。さあ、じゃあ行きましょうか。全然当たんないしね。さあ、これで行って魔法を唱えて、次はこの感じかな。で、殴っちゃおう。全然当たんないね。ドンキの方がいいのかな。ひょっとするとそうかもしんないね。はいっと。はい、これでおしまいっと。で、またちょっと回復しないといけないね。ただ回復する前に安全を確認してからしないと。広いなあ、ここ。ここ曲がったとこ、これ、ああ、いるわ、やつ。やついるね。ここ広いんでね、ちょっと広いところで休むのはどうかなと。ここかな。ここも広いね。ここくらいにしましょうか。あ、扉のところでね。あ、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ダンジョンマスター、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。